さあ、ということで、大人生物学教室へようこそ、講師のリーマです。今回は皆さんに診断をしていただこうというふうに思います。診断といっても、ガチの診断ではないです。今回は、皆さんに診断の様子を、僕が問題形式という形で出題させていただきます。で、その時の様子を見て、その情報から、皆さんに患者さんに一番確率の高そうな病気を当てていただこうというふうに思います。他にも、その確率の高そうな病気とか、それから起こる検査、あるいはこれからその医者がするであろう治療とか、っていうのを、4択で当ててもらおうというふうに思っています。で、今回やる診断なんですけども、そんなの医者がやればいいじゃんというふうに思う方多いと思います。でも皆さんこんな経験ないですか？残念ながら、体調が悪いとか、あるいは骨折とかしてしまったということで、やむを得ずお医者さんに見てもらわなきゃいけない。で、病院に行ったはいいものの、医者の言ってることがちょっとよくわかんないなとか、専門用語使われてもちょっとわかんないよねっていうことを思ったり、あるいは、よくわかんないけどとりあえずレントゲン受けさせられてるな、よくわかんないけどこの薬出されるんだなとかっていうふうに思った経験ってよくあるんじゃないでしょうか。こういうのは、確かに専門知識がないから私わかんないなっていうところもあるとは思いますし、しかしそれ以外にも、医者が何を考えているのかっていうことを知ることで、自分のためにもなるんですね。これどういうことかというと、医者がこういう意図でこういうのを今レントゲンを取っているのかとか、医者がこういう意図でやってるから私こういう風に診断されてるんだっていうことがもしわかるんだったらどうですか。その病気を治そうって思うモチベーションって格段に上がると思いますか。あるいはこの医者嘘言ってんのか本当のこと言ってんのか、あれは適当なこと言ってる医者なのか、ものすごい実はいい医者なのかっていうのを自分で見分ける力にもなるわけですね。ということで、お医者さんがどう考えているのかっていうことを実際に一緒にやっていくことで、自分の身を守ったり、あるいは治療する自分のモチベーションを上げるために、ぜひぜひ役に立っていただきたいなというふうに思います。それでは、今回、来ていただいている、患者の方は80歳超えのおばあちゃんです。見ていただいたらわかると思いますが、推定100歳超えの、ゆばばですね、来ていただいております。それでは皆さん早速診察室へ、レッツゴー！今日はどうなさいました？階段を登ったとき、とても胸が痛くなったんじゃ。呼吸も苦しかったのあの時は。胸が痛いですか？どんな感じで痛みます？締め付けられてる感じなのよ。今は大丈夫なんですよね。はい。運動すると痛くなるのね。胸のどの辺が痛いかって刺すこととかってできます？ここが痛いとかっていう風に刺すの難しいの。よくわかんないのよ、どこが痛いのか。そうですか。じゃあどれくらい痛みは続きますか？痛くなってから数分ぐらいで収まるかな。なるほど。タバコとかって吸われますか？昔はね、若気の至りでよ吸ってたのよ。でも、今は吸ってないんだよね。ああ、そうですか。じゃあ普段咳したりとか痰が出たりっていうことはあんまりないっていう感じですか？それはないの。運動した後のこうキューってする感じがやっぱりするかな。そうですか。じゃあ笑ったり深呼吸すると痛むとか、そういうことってあります？それはないの。ああ、じゃあ、水を飲んだら治ったっていうような経験ってありますか？いやー、一回飲んでみたことあんねんけど、もう、治らんかったの？その時は。そうですか。わかりました。では、これをやりましょう。それ以外の情報として、患者さんの呼吸は正常でした。で、下半身にむくみはありません。血液検査をしたところ、コレステロール値が高かったです。心臓を壊れていることを示すトロポニン T という値。これっていうのは低かったです。では、この後、医師がする可能性が高いと言える行動を一つ選んでください。一つ目。胸が痛いって言ってたから、ちょっとひどい心筋梗塞とかなんかな。モルヒネ打ったな。丸二。呼吸苦しくなるって言ってたしな。COPD みたいな肺炎とかだったりするんかな。肺のレントゲン取ろうかな。丸三。動くと痛いって言っていたから、狭心症とかの心臓の病気かな。とりあえず心電図取ってみようかな。丸四。胸が痛いって言ったら、最近よく CM とかで言ってるけど、逆流性食道炎とかだったりするよな。内視鏡とかやっといた方がいいかな。さあ、この中で医師が最もするであろう判断を一つ選んでください。答えが分かった方は、コメント欄の方に、自分の思う答えであったりとか、その理由とかを書いていただければ嬉しいです。というわけで、今回の問題編以上というふうになります。回答編の動画は明日出そうというふうに思いますので、明日もぜひぜひ見ていただければなというふうに思います。この大人の生物学教室、今、Twitter とインスタで、これから TikTok を始めてみようかなというふうに思っているので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。それではね、最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。チャンネル登録していただけると嬉しいです。というか、チャンネル登録してください。もう、つまらんなと思った瞬間に外していただければいいので、一回だけね、ポチッと、押しといていただければ、僕がすごく喜びますので、押しといていただきたいというふうに思います。それでは、今日はありがとうございました。また明日お会いしましょう。それでは、グッバイ。